ユリアン・フォンタナ・ユリアン・フォンタナは、ポーランドの法律家、著述家、企業家、作曲家、フレデリック・ショパンの友人であり、自身も、ヨーゼフ・エルスナーモンカの作曲家でもあった。1830年に、ポーランド11月放棄に加わったことから、1832年に、出国を余儀なくされ、1844年から1845年まで、キューバで、 それから1850年まで米国で、その後はフランスでピアニストや音楽教師として働いた。1869年、病気と聴覚障害に苦しんだ末に自殺。作曲家としては多くのピアノ曲と多少の歌曲を残している。彼はポーランドの学生の時代からショパンの障害において無二の友人だった。ショパンの自筆譜の多くを聖書し、 各国の出版社との交渉や改訂を行い、また衣装や手袋などの調度品や家具類の手配をはじめ、生活費や財産の管理から秘密の指針の管理や配送に至るまで生涯の大半にわたってショパンを支え、またショパンが最も信頼し、また依存した友人だった。彼の改訂による幻想即興局は、いわゆる本棚ンタナ版として、 原点版や初版以上に広く知られている。過去には、ショパンの作品をむしろ解約したと攻撃されることもあったが、ショパンと同年生まれで音楽学校から生涯にわたって作品の改訂や出版に密接に携わってきたことから、そのような見方は減っている。ショパンは作曲に関して潔癖症で、死後は気に入らなかった。 未発表作品をすべて廃棄するように言い残したが、彼がショパンの意に反してその多くを出版しように残した功績は大きい。ありがとうございます。